残った騒乱は英雄たちの活躍で鎮められた。しかしその先に待っていたのは新たな一人また一人と消息を絶つ英雄たち。不気味なほど静かに失楽器を捉えれば何かわかるかもしれない。しばしたちは楽器の足取りをつかむため最後教えよ。しばし皆を隠したのは少なくとも行方を知る可能性は高い。素直に話すかどうかは実の弟が行方不明という割に。しばしは芝居殿の恋ゆえ案ずる気持ちが顔に出ぬだけであろう。して楽器はこの辺り。バカめ、それを確かめに来たのではないか。必ず楽器を見つけ出し奴の企みを暴いてくれるわ。ご活躍皆奮起いたしましょうぞ。ダッキらしいものを発見しました。なんとも取れてない隠れている模様。ダッキの罠でしょう。奮起寄せて生徒攻撃ってとこですな。ならば我らも罠を仕掛け出てきた敵を逆に伏兵で仕留めるぞ。それじゃあの砦を落として兵を伏せちゃおかね。さすがのお働きなのじゃ。反復すごくにござりまする。砦を制圧しました。我らはここに潜み火の到来を待ちましょう。よし、調子見じゃ。次は仕上げよう。敵の罠にかかる。
せかかってこい。清潔諸君、我らが敵を引きつけよう。この隙にダッチを探し出すのだ。では任せましたよ。私たちは先に参りましょう。暴れっぷりっすね。よっしゃ、俺も血がたぎってきたぜ。劉玄徳、真の三国武装を名乗らせてもらう。私も素直に見習いましょう。これぞ義仙、金継ぎも一層奮闘いたしまする。ダッキちゃんはうちが守る。そちは走ってよ。ダッキはどこに隠れておるのじゃ。何様やねん。そんな教えられへんに決まってるやろ。あなたの傍らで軍略を震えることを誇りに思ってます。この調子で突っ走れ。最後まで俺が見ててやるからよ。ラキちゃん、あの嬢ちゃんまで粘ってくるからな。こいつはいよいよ何かありそうだぜ。役でした。
ここはどこなのじゃ。だ彼女の名は玉物舞。かつて悪事を働き封じられた存在がなぜあの場に。それに妙なものを持っ、その妙なものから凄まじい光が発せられた後、わしらの身に何。私たちにも確かなことはまだ。ならば仕方があるが、周囲を探り様子を確かめるぞ。よし。お前にはこれをやる。こいつをやる。ほう。さほう。うまくいった。ほう。お。